島皮質、島皮質、頭皮質は、大脳皮質の一領域である。脳用の一つとして、島用、インスラーローブと呼ばれたり、脳界の一つとして、島海、インスラージャイラスと呼ばれたりする。単に島とも呼ばれる。島皮質は、脳の外側面の奥、側頭用と頭頂用部を分ける、外側溝の中に位置している。島皮質は、前頭用、側頭用よび、 東朝洋の一部である弁外と呼ばれる領域によ、覆われている。弁外と島皮質の境界は島臨場校と呼ばれる、農港で区切られている。島皮質は、ライルの島とも呼ばれ、その別名は、オランダの解剖学者であるヨハン・クリスチャン・ライルの中から、付けられた。島皮質は収納の独立した歯であると考える、研究者も存在する。また、 島皮質を側頭葉の一部とするものも存在する。島皮質は、後部の下流細胞から、全部の無下流細胞まで変化する、様々な細胞構造、または、細胞構築を持つ。また、その位置に従って異なる皮質、または、支障からの入力がある。島皮質全部は、支障の内側腹側核基部から直接の投射を受け、 扁頭体の中心核からの強い入力を受ける。加えて、島皮質全部自身から、扁頭体への投射が存在する。島皮質後部は二次間隔矢と相互に接続しており、脊髄支障炉によって活動が引き起こされた支障の加護、副側核からの入力を受ける。バドクレーグラによる、より最近の研究において、この領域は、支障の内側副側核の後部からの入力を受ける。 ことが示された。内側副側角は痛みや気温、かゆみ、周りの酸素の量、性的な感触などの情動や向上性に関する情報を担っていると考えられている。ウィリアムソンらは人の島皮質後部が運動における目的のための行動の知覚と関係していることを示した。島皮質、特にその前端部は 変異形との関連がある皮質だと考えられている。島皮質は、その身体表彰と主観的な感情の体験における役割に注目が集まっている。特に、アントニオ・ダマシオは、脳が感情的な出来事によって起きる、体の状態変化を解釈することによって生じると、するウィリアム・ジェームズの考えの神経科学的な定式化であると言える。 このことは身体化的認知が生じた例である。機能的に言えば、島皮質は収束した情報を処理することで、感覚的な体験のための情動に関連した文脈情報を生み出す。より具体的に言えば、島皮質全部は、嗅覚、味覚、内臓自立系、及び変炎系の機能により強く関わり、島皮質後部は、聴覚、体制感覚、骨格運動。 とより強く関わっている。機能的核磁気共鳴画像法による研究によって、島皮質は痛みの体験や気度哀楽や不快感、恐怖などの基礎的な感情の体験に重要な役割を持つことが示された。脳機能イメージングによって島皮質と食べ物や薬物に対する渇望などの意識的な欲望との関連が示唆されている。これらの感情に共通することとして、これらが 体の状態を変化させる点と、高い主観的特性と関連付けられる点がある。島皮質は、身体状態に関連する情報を、工事認知と情動の処理に統合する役割を持つと、位置づけられる。島皮質は、支障を介して、向上性に関する、吸収性の経路から入力を受け、変桃体や線状体腹側部や、前頭眼科やなどの、 他の多くの変異形に関連した領域に出力する。各磁気共鳴画像法による研究において、瞑想する人は、右の島皮質後部が優位に、厚いことが示されている。島皮質は、飢餓や渇望といった身体状態を作り、食べ物や薬物への衝動を生み出す多くの、脳機能イメージング研究によって、島皮質は、薬物乱用者が、 薬物の渇望を引き起こすような刺激を受けた時に活動することが分かっている。この現象はコカイン、アルコール、アヘン、ニコチンを含む様々な種類の薬物中毒で見つかっている。これらの発見に関わらず薬物中毒に関わる文献では島秘質の関与が無視されてきた。このことは現在の中毒のドーパミン報酬説の中心を占める 中脳ドーパミン系の直接の標的がよく分かっていないためと考えられる。最近の研究では、例えば脳卒中などによって、シマひ質にダメージを受けた喫煙者は、タバコに対する中毒症状が事実上消失することが示されている。しかし、この研究は、脳卒中から平均して8年後に行われたため、著者らは、結果に対し、 早期バイアスによる影響があることを認めている。他の領域で脳卒中が起きた喫煙者に比べて、彼らは最大136倍以上の中毒症状が失われる傾向が見られた。中毒症状の消失は自己申告による行動の変化、例えば脳損傷から1日以内にタバコを吸わなくなったかや、禁煙で安心感を得たか、禁煙後にタバコを吸わなかったか。 禁煙後にタバコを再開する衝動にかられなかったかを調査することによって行われ、このことにより、ニコチンや他の薬物の中毒の神経、科学的機構に関して島皮質が重要な役割を持ち、この領域が中毒症状の新しい治療法の標的となり得ることが示唆された。加えて、この発見により島皮質を介した機能、特に意識的な感情が 薬物中毒の治療に重要であることが示された。このような考えはそれまでの研究や文献では示されていなかったものである。コントレラスらによるラットを用いた最近の研究では、これらの発見を裏付けるものとして、島質の不活性化により、薬物活動の動物モデルであるアンフェタミンによって条件付けられた場所線香が消失することが示された。この研究において、 島皮質の不活性化により、塩化リチウムの注射による不安反応も消失することから、島皮質によるネガティブな内需要性状態が中毒に一定の役割を持つことが示された。しかし、この研究において条件付けされた場所選好がアンフェタミン注射の直後に起きることから、この場所選好は島皮質によって引き起こされる。 アンフェタミンの離脱症状による遅い嫌悪効果というよりは、アンフェタミン導入による素早い誘引性の内需要性効果によるものと考えられる。ナくびらにより提唱されたモデルでは、上で見るような薬物使用による誘引性の内需要性効果が、島ま質において保存され、薬物使用と関連付けられた刺激にさらされることで、その効果が活性化するとされている。 多くの機能イメージング研究において、島皮質が中毒者の薬物使用の際に活性化することが示されている。また、いくつかの研究では、薬物使用者の島皮質が薬物に関連する刺激を提示された際に活動し、その活動は被験者の薬物に対する主観的な渇望に比例するとしている。このような研究では、実際に、 体内の薬物レベルを変化させていないにもかかわらず、島皮質の活動が起きる。したがって、単に薬物使用による内需要性効果のみではなく、島皮質は過去の薬物使用に関する有因性の内需要性効果の記憶や未来におけるそれらの効果の良きにも関連していると考えられる。これらはまるで体の内側から湧き上がるような自覚的な渇望を生む。それにより、 中毒症状が薬物の使用を体が望んでいるように感じられるものになるので、この研究によると、島皮質を切除された人は、体が薬物使用に対する衝動を忘れてしまったようで、あると報告している。作り変異皮質としては、島皮質は比較的古い構造であると考えられている。島皮質は、味覚、内臓感覚、自律性調節などの、 基本的な生存に必要な強く保存された様々な機能を担っている。これらのよく保存された機能に加えて、島皮質は人や高等類人炎のみにおいて、より工事の機能を担っている。ジョン・オールマンらは、島皮質全部には高等類人炎特有の防水系神経細胞と呼ばれる細胞が含まれることを示した。この神経細胞は、前帯上皮質でも高いレベルで、 高等類人炎特有に見つかっている。防水系神経細胞は右の島皮質に高密度で存在していた。この神経細胞は高等類人炎特有の共感や自己認識的な感情などの認知情動処理への関与が疑われている。このことは右の島皮質全部の構造と機能が 自身の脈拍を感じたり、他者の痛みに共感する能力と相関していることを示す機能イメージングの結果によって指示されている。これらの機能は、島皮質の定時機能と分離可能なものではなく、意識に関する、向上性の情報を担う島皮質の役割の結果によって生じるものと考えられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。